わあ、逆の立場ですね。インタビューする時よりもちょっと今緊張してます。なんかここから逃げたい。これはやっぱり公開したいなって私自身もあるので。なんか油汗が出てきた。 どうしましょう。今回ご縁をいただいた語り手は心理カウンセラーの湯沢恵美子さんです。湯沢恵美子さんはアトラクティブボイススクールの第1期卒業生で、アトラクティブボイスチャンネルという YouTube のラジオチャンネル、アトチャンのナビゲーターもされています。私の人生を変えたきっかけは、私夫を亡くしたんですね。ああ、そうなんですね。11年ほど前になりますが、夫が亡くなるまではなんかごくごく普通の主婦だったと思うんですね。夫のね、仕事を支え、子供を、育て、そして夫が退職したら夫の実家に入るっていう約束になってまして、まあ私はそういった人生を送るんだろうなとぼんやり思ってました。で、その人生が楽しかったかっていうと、人生を楽しむっていう感覚ってその頃なくって、とにかく目の前のことを一生懸命やっていくうちに日々が過ぎていって、ある日子どもたちも学校に行き、夫も仕事に行き、私も一人家にいた時に、ああ、なんかちょっと横になりたいなって突然思ったんですね。それで普段めったにそんなところにゴロッと横になったりはしないのに、なんかリビングの窓際のところにゴロッと横になったんですね、私。そしたらいつもと違う風景といいますか、青い空が見えまして、ああ、空ってこんなに広いんだなって思って、で、私はこれから10年後、20年後、またこんな風にして空を見ている人生なのかなってふと思ったんですよ。なんか何の変わり映えもしない、でもまあそれでいいのかなっていうふうに思っていたんですけれども、本当に本当に突然ある日夫が亡くなりまして、まあ事故だったんですけど、今まで描いていた自分がこれからどう生きていくのかなっていうことが、そこでパタッと中断されまして、子供たちはまだ高校生だったんですね、2人ともね。なので、これ私がしっかりしないとこの子たち守ってあげられないと思って、なんだか必死に、でも子供たちが学校に行くと毎日ぼーっとして何もできないっていう日々が1年ぐらい続きましたかね。自分ができることって何なのかしらって、もう主婦になってから一度も考えたことがなかったくらい、自分のことを見つめたことなかったんですよね。ニューヨークで9.11のテロ事件がありましたよね。ありましたね。あの時にご主人を亡くされた方が、自分と同じような人たちのために心理カウンセラーになりましたっていう記事を新聞で読んだことがあるんですね。それがなんかすごく印象に残ってて、でちょうど夫が亡くなってから半年ちょっと経ってから、東日本大震災があったんですね。家族全員亡くした人もいらっしゃるわけで、でその人たちのために私なんかできないかしらっていうふうに思ったんですね。年齢も言ってましたので、これから学ぶってできるのかどうか分かんないけども、でもとりあえず私ボランティアで始めようかなって始めたんですね。子どもたちは成長していくし、大人になっていくので、私は一人になる。これが私が今多分できることで、きっとなんか生きがいとしてやっていけそうなことっていうふうに思ったんですね。夫が亡くなってからずっと子どもたちを見守っていた私がって思ってたんですね。彼らは彼らで、今日お母さんどうだったって言ってたとかって感じで
なんか話してたらしくって逆に私が見守られていたんだっていうことにその時初めて気がつきましたね。カウンセリングの基本を学ぶうちに、あ、私の子育て、いや全然ダメだったわ、過保護過干渉だったわこれっていうのに気がついて、私の母もねそうでしたけど、もうその世代間連鎖がずっと続くんですよね。でも自分が今までやってきたことが違ってたんだって気づくのって結構辛いんですよ。最終的には自分自身の問題になってくるんですね。深刻に謝ったことがあって、じゃあ僕のことをちゃんと育ててくれなかったってことっていうので、いやいや愛していたし、すごいあなたのためを思ってたけど、その方向性が間違ってたんだけどもっていうことをね、でも言い訳みたいになってて、その関係を修復するのに気づいたとしても、それからまた大変なんだなっていうことを自分で経験してますね。自分と自分の親っていうふうに比べて見てみると、うん、親の価値観っていうのは変えられないなって思いますね。4、5歳頃の小さい自分とお母さんとの関係になっているんですよ。大人になっても結構縛られてる人がたくさんいらっしゃるんです。私あの頃の母って、今の私より若かったです、親もまだ未熟で完全じゃなかったんだなっていうことに気づいたりするんですね。だからここで変わりましょうっていうことをすごく言いたいんです。今すごく困っている人の場合は、自分からちょっと距離を置くっていうのも一つの方法だと思います。サプライズメッセージがございます。え、本当に？そうです。いや、誰だろう。はい、えみさんこんばんは、正田恵子です。ああ、けいちゃん。はい、最初の出会いは刑事上学のセミナー室。えみさんを見た時、おとなしそうで真面目そう、なんかこの人私に必要な人だと直感しました。帰りにご飯を食べると、飾らない方で努力家で、私にないところたくさんあり、素敵な方だなという印象。さらにアトラクティブボイスでのインタビューをしていることなどを知り、またまた別世界のお仕事、声も落ち着いている、素敵。なぜか声に自信のない私がまさかのアトラクティブボイスに入り、自分軸の立て直し中。やはり私に必要な友人だと実感しました。見習って自分の話し方を本当の大人にしていきます。本当にありがとう。いつまでも刺激し合い仲良くしてくださいね。大好きなエミさんへ。いや、本当びっくりしました。そんなサプライズ、いやけいちゃんの方がね、それこそ私チャレンジできない人でくすぶっていた頃にね、けいちゃんはね本当にいろんなことにチャレンジしてきた人なんですよ。それをね、楽しんでやってきた人なんですよ。私にないもの持ってるこの人って思って、話を聞けば聞くほどすごいなと思って、あ、とうとう私こういう人と出会えたんだってその時思いましたね。だからけいちゃんがそんなこと言ってくれるなんて夢にも思ってなくて、いやまだまだダメダメ、けいちゃんの足元にも及ばないとかって思ってたので、もう本当にびっくりです。ありがとう。けいちゃんと知り合ったのは刑事上学を学びの中で知り合ったんですね。でその中でタロットを学び始めて、このタロットっていうのが単になんか占いで、ちょっと面白そうっていうものだけではなくって、
気づかなかったような自分と対面するような、そんな結構深いものなんですね。で、これある意味ではカウンセリングのようなことをしつつ、自分を見つめるこうきっかけになってもらえばいいかなと思って、そういう語りかけをしつつタロットをさせていただいていて、無料のモニターさん募集しています。どういうふうに生きていったらいいのかとかってい う, こう指針ができるっていうか、私もやらせていただいていて面白いです。気づかなかったことにその方が気づいたりするので、すごくいいと思います。ただこれはそのオンラインではできなくって、対面でしかできないので、私のサロンに来ていただくようになりますけれども、はい、ぜひいらしてください。本日の語り手は心理カウンセラーの湯沢恵美子さんでした。ご案内は現役トラック運転手、そして魅惑の低音ボイスの沢口美雪でした。そうだ、沢ちゃんのその魅惑の低音ボイスが今日あんまり聞けなかったんだなんか寂しいなって思ったら今日は主役はゲストさんですから